田中健介も、ね、ずっと3番も、まあ、陽が特に抜けてから3番も打つケースが増えているんですけれども、いやだから理想は2番、うん、田中健介なんですよということになるんですね、はい、そうなるとまた中島が9番になるのかという部分ですからね。だから、本当にだから9番の中島選手本当嫌なんですよ。さあその中島です。今日はファーボールと空振りの三振、ヒットはまだありません。バントを見せて一塁線、これはスクイーズ成功。初球スクイーズですか。セーフティースクイーズです。あランナーはスタートは切っていませんでしたけれどもね、しっかりとその意図を読んで西川もいいスタートを切りました。これはしてやったりということになりました。いいスタートです。西川が生還して勝ち越しの3点目が入っています。中島のセーフティースクイーズ成功。